ジェームズ・ウェンデルはアメリカ合衆国の陸上競技選手、教育者である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックの110メートルハードル層で銀メダルを獲得した。ウェンデルはウェズリアン大学在学中の1912年に IC4A 主催の競技会で120ヤードハードル層に優勝し、翌年の競技会でも220ヤードハードル層で、 優勝するなど、ハードラーとしての実績を持っていた。彼は、ストックホルムオリンピックの110メートルハードル層に、アメリカ合衆国代表として出場した。この種目には15の国から22名の選手が出場して、7月11日に予選と準決勝、7月12日に決勝が実施された。選手たちは11の組に分けられて予選に挑んだ。 ウェンデルは予選11組で15秒7の記録を出して2位となり、準決勝に進んだ。同日の準決勝では、各組で1位となった6選手のみが、決勝に進むことになっていた。ウェンデルは15秒5の記録で4組の1位となり、決勝へ勝ち残った。7月12日の決勝には、アメリカ合衆国代表選手が5名、イギリス代表1名の合計6選手が出場した。 ウェンデルは15秒2の記録で走り、同じアメリカ代表のフレデリック・ケリーに次いで2位となって銀メダルを獲得した。陸上競技選手としての一戦を退りいた後、ウェンデルは教育者として成功を収めた。彼は1913年から1928年にかけてペンシルベニア州ポッツタウンでボーリングスクールの名門として知られるザヒルスクールで英語教師を務める傍ら、 陸上競技のアシスタントコーチとなった。ついで1928年から1952年には校長に就任している。有名な軍人ジョージ・パットンは、ストックホルムオリンピックの時、近代五種競技のアメリカ合衆国代表として出場していた。パットンは彼の息子をウェンデルが校長を務めていた時期のザヒルスクールに入学させた。なお、1944年に、 ザヒルスクールを卒業したウィリアム・ポーターは1948年に開催されたロンドンオリンピックの110メートルハードル走で金メダルを獲得している。ウェンデルは1958年にフィラデルフィアで死去した。2008年にはウェズリアン大学の陸上競技伝道入りを果たしている。109.72800メートル。201.16800メートル。 予選での組の人数分けは、1人から3人まで、まちまちであり、予選5組と9組の選手は1人だけで走っていた。なお、予選落ちしたのは22名の選手のうち2名だけだった。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームズ、メンズ1 1 0ズハードルズラウンド12011年11月13日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1912・ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ1 1 0ズ・ハードルズ・セミファイナルズ2011年11月13日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1912・ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ1 1 0ズ・ハードルズ・フィナール2011年11月13日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1912・ストックホルム・サマー・ゲームズ メンズ110ミターズハードルズ2011年11月13日、閲覧。ABC ジェームズアイベンデル13、ホールオブフェーム、アスレチックス、ウェズリアンユニバーシティー2011年11月13日、閲覧。AB ザヒルスクールファカルティ25、イヤーズオブサービス2011年11月13日、閲覧。 g e,、f e, r e, n c e D、o r g p a t t o n o l i m p i c s a t s p o r t s r e f e r e n c e c o m 2 0 1 1年11月13日閲覧。ありがとうございます。